おかわり番だけバン。影になってるバンディとバン。うんちゃんと名乗っているものです。今日は久々コストコで爆買いしてきました。いつもねちょっとコンセプトを入れてやってるんですよ、コストコ爆買いは。キリがないんでと言いつつ、今日は妻が欲しいものを欲しいだけ買う爆買い。キリない感じになってますけど、まあバンディ欲しいものも買ってたけどね。そりゃね、一緒に行っちゃったんで。ということで今日は妻が欲しいと言ったものには首を横に振らないというコンセプトで、そうそう、過去最高額に達しました。今日の合計金額は69,563円でございます。24点。でもそこまで多くないですね、点数はね。まあちょっと高級なものもあるんでっていうところはあるかもしれませんが、100円台のもの1個もない、全部1000円以上。すごい。紹介させていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず邪魔くさいんでいつも紹介しちゃうのがこれなんですけど、それこれはもう僕がいいよ、それも僕がいつももう皆さんに口酸っぱく言わせていただいてます。日本のコストコでトイレットペーパー買うならこれです。コアユース、これがなくなったらコストコ行ってるんです。今回3ヶ月ぶりに行きました。2ケース買ったら多分半年行きます、普通の人なら。僕めちゃめちゃ使うんで。あ、そう、1うんこで1ロール使うから。1うんこ1うんこで1ロール使うんだよね。おすすめです。1ケース、1898円、はい、これ変わってないですね、うん、硬くてゴワゴワしてますけどね、ある程度ね、安い分、うん、それが好きって人もいると思うんで。続いてこちら、こちら妻が欲しいと言ったお店に入ってすぐ、あーこれ、あ、ここにあった、オルナミン C。 なんかちっちゃい頃にガソリンスタンドに行ったらいつも買ってた。あ、そう。特別な時に飲ませてもらえるドリンクっていうイメージなのかもしれないですね。もう大人なんで大人買いさせていただきます。はい、オロナミン C、30本入り2268円です。安いのか、安いのか。あ、すいません、270円引きっぽいですね。あ、そうなんだ。なんかこのオロナミン C とか、なんかそのサプリとかが入り口のところにわーって、あ、そうだね、今押してます商品が入り口のところにわーって並ぶんですけど、2000円割ってますね。あ、ほんと1998円じゃあ安いね。安い。続いてジャスミンティー、これこれだ、 550ml、24本入りペットボトルですね。ラベルレスです。これ見せられてもっていう感じかもしれないんですけど、うん、香り高い。美味しい。常温でも美味しいね。おすすめできます、はい、ジャスミンティーもなんと300円引き、1198円。安い、1個50円ぐらいです。ああ、安い。続いてこちら、よいしょ、ドン、スイカ大好き。はい、妻がこれはもう大好きですね。もうまさに妻が欲しいって言ったものに首を振らなかったっていうのにふさわしい1商品。いつもスーパーでいいなって言ってるけど、食べれないよって。そう、2780円でございます、うん、試食やってたね。美味しかった、美味しかった、美味しかった、美味しいです。スイカ割りしたいっていうのでするのか分かんないですけど、うちの久村山大玉4700円。あと安いかも。安いんだよ、いいやつだ、いいやつだったんだね。続いて JJ、 ジョセフ・ジョセフですね。トイレブラシです。あ、いいじゃん、これ見た目がおしゃれ。薄いもんね、うん、今の四角いボックスみたいな。そうだね、こういうブラシなんですね。ぐにゃんってなる。そう、こういう感じで、ブラシの数はねそんなに多くないっていうか、だからこそいいなこれ詰まってるとこのね汚れが詰まっちゃうじゃないですか。こういう感じでフィットして、こういう感じでフィットしてできるんで、いいよ。1648円でございます。ちょっとトイレブラシとしてはまあまあいい値段感ですね。いい、続いて JS ナノフェミラスプラス C、あ、これだ。ジャパンスターのナノバブルシャワーヘッド8898円です。ナノバブル出るよけど安いよみたいなのが最近ありますねっていうので気になってはいたんです。一回変えてダメだったんだ、ね、大失敗したんですよ。スカルプモードで頭皮もエステできるっていうので、そうこれで僕の頭皮が元気になったらいいなと思ってます。
俺が欲しかったものみたいな。まあどっちも欲しかった。俺ももともと欲しくて調べてたっていうのはあるんで、ね、すいません。続いてこちらです、チョココーン。これはい、1558円。あのアイスクリーム食べたら最後に残るチョコあるじゃん、はい、はい、ですね。あのコーンの下のところ、はい、ジャイアントコーンの最後、最後これ考えた人天才じゃないかなって思うんだけど。お、はあ、あーすごい最高です。これワッフルコーンっぽいですね、ちょっとね、うん、いただきます。ジャイアントコーンじゃないな、ヨーロピアンシュガーコーンの最後。うまっ。続いてクラムチャウダー 830g 1398円。ドーン。コストコのフードコートのクラムチャウダーが家で食べれる。コストコでクラムチャウダー飲んだことないけどね。美味しいっていう噂がある。飲んだことある？ない。ないんかい。ないから家で楽しもうかなと思う。コストコのフードコートは外れないですからね。2倍濃縮だ。どうやって飲む？牛乳だ。牛乳だ。これと同じ量の牛乳を入れて煮るんだ。美味しそう。美味しそうだね。原材料名がジャガイモホイップクリームっていう。最高じゃん。さっきのお菓子もこれも妻が欲しいという。そうでございます。買ったものでございます。まあこれこの辺だったら普段から首に横に振らないですけどね。続いて華やか寿司2698円。二人暮らしってちょうどいいのはこれだね、いつも。いくらが入ってるのがすごいよね。美味しい。美味しい。まあこの辺も普段買ってるものだなという感じですかね、はい、続いてこちら A4 コピー2500、これもいつものですね、1799円。 A4 のコピー用紙、2500枚ですね。インコのトイレに使うサイズがねぴったりっていう。まあ普通にコピー用紙ともしても使ってて何も問題なく、特筆するべきところがないです。いつも買ってるし、ね、はい、カットしてもいいぐらいですね。続いてこちら、トイレクイックル120カットです、1698円。トイレ用の掃除シートです。まあどこでも床でも壁でも120枚も入ってる。もうトイレ用品ばっかり。しばらく買わなくて良い。あるかないかでね、掃除の頻度も変わってきますよね。もうちょっとしかないから後にしようってなっちゃうからね、少ないとね。あ、いいじゃん。こんだけあったらいいね。うわ最高だ。もうこういうの本当本当ありがとう、うん。まあ、トイレ用品ばっかり買ってますけど。トイレ用品つながりでもう一個そのままいっちゃいます。これはい、スクラビングバブル流せるトイレブラシ48替えですね。こちらが1個あたり1198円です。これはねスクラビングバブル用の絵を持ってる人用の替えなんですけど、うち1階にも2階にもあるんで、まあ、トイレは本当に綺麗に保ちたいみたいで、トイレ用品がすごい多いです。妻に欲しいものを何でも買っていいよって言うとトイレ用品が増えるっていうことが分かったっていうね。続いて炙りタコ、1778円です。このまま食べれるって、うん、炙ってて一回も冷凍してないですよって言われて、うん、これは俺が欲しかった。かぶりつきたくない？初めて見たもんね。初めて見た。初めてっていうところはね、買いたくなってしまう。続いてこちら、伊藤ハムポークビッツ 920g。 いや大きい。お得用がねあったんで買ってきました。大きい。何個入り？ 920g と書いてあります。普通のやつ何個分なんだろう。たくさん入ってます。ちゃんと計算してここに出しておきますね。普通のが何個で何グラムだから、これが何個分ぐらいだろうというのをちょっと後でこれぐらいです。1498円なのでこれぐらい安くなってます。ちょっと計算すぐできないんでね、8本朝に食えたんで。そうそう、2人でね、はい、食えるでしょうということで買いました。あとなんか地帯料理があるんで、ね、そうそう、うん、妻が欲しいと言って買ってきました。続いてこちら、オニオンチェダーディープス。これバンニーが欲しいんです。ごめんなさい、これは僕です。1758円。玉ねぎとチェダーチーズのなんかディップソースみたいな。このパッケージかっこいいな、デザインがかっこいいなと思って、僕はそういうので買っちゃうんですけど、結構気にはなるけどジャケ買いってわけにもなってなると思うんで、僕が人柱になるっつってね。ちょうどねレイズがあるんで、これつけて食べてみたいと思います。こんな感じで、
結構酸っぱい。美味しい。美味しい。これつけすぎても全然食える。大人の味だね。子供向きではないです。ああ、そう。タルタルだと思うと子供はびっくりして泣いちゃいます。続いてハワイアンサーモンポキ。これはまあコストコで結構定番の商品なんですけど。定番なのこれ。妻がサーモンあんまり得意じゃないか。なのに最近ねちょっと克服したっていうのでこれ買いたいっていうんで買いました。ちょっとね当日中に食えっていうことなんで食べて小分けにして冷凍かなって感じ、うん、結構安くなってました。3016円のところ400円引き2616円っていうので、まあ、ご飯に乗っけて食べてもよし、そのまま食べてもよし、サラダに入れてもよしですね。うん、美味しそう。続いてこちら NM サップ MV&MN300C 全然わからん。どれだ、これかな、あ、それですね。はい、マルチビタミン&あミネラルか、300個入ってんのかな、うん、最初言った通りオロナミン C とかサプリのコーナーがうわって、入り口のところにね並んでたんで、その中でまあ最近ねちょっとデジモンが2人ともここにできてて、はい、ビタミン不足で、ビタミン不足なんじゃないかっていうことでこちらね買ってみました。しかも960円引きだ、1日1粒でいいんだって。もう1年じゃん。2人で飲んだら半年ですけど、うん、って考えたらそんな高くないですね、うん、まあ、続けられるかどうかっていうところが焦点になってます。続いて国産豚肉ロース薄切り2773円。豚肉が夏は美味しいから豚肉をね買ってまいりました。1651、 1.6 キロで2773円ね、だいぶ安いですね、うん、豚肉がたくさん欲しい時はこれで、まあ、冷凍してね保存しとけると思うので、うん、妻が美味しい料理を作ってくれるっていうのはね本当ありがたいことです。最近結構作ってる、はい、なのでこれを使って何か作ってくれるのかと思います、うん、美味しい。はい、美味しい。これも豚肉もビタミンが豊富だから。確かに。続いてこちら O&B ディナーボールス4ピースまた買っちゃったよ。妻はねコストコ行くたんびに買っちゃう食器、食器大好きな。1780円ですね、うん、かわいいよねこれね。かわいい、うん、厳重ですね。これぐらいの溝がある皿が欲しかった。深さがね、なんか大きい皿しかなくて、うん、今こういうお皿でございます。はい、だいぶ減ってきました。あと続いてこちらですね。はい、ドン、シュミテクトバンニーが好きなコンプリートワン EX ですね。いつも買ってる。おじさんなんでね、だいぶしみるようになってきたっていう。こちら2598円でございます。続いてラス2です。ドン、ミニオリーバー。前回買ったやつだよね。でもちょっと前回ってかもうずいぶん前ですよ。プラスチックのこういう、そう、こういう容器だったんですけど、まだあるよあの入れ物。もっと量多かったじゃん、あれ、うん、100ぐらい入ってたよね。確か入ってた。でもこれ50なんで半分なのかな。これめっちゃ便利なんだよね。便利、ほんと便利。2280円っていうことで、前買ったあの大きさは僕らもやっぱりちょっと余った。2回引っ越したじゃん多分あいつ、うん、だから1年2年かかっちゃうんで50ぐらいがいいんじゃねってなったこのサイズが出たんだと思うんですよ。これどういうものかっていうとこういうやつです。ここをプチンって切って使えるっていう感じなんで、使い切りサイズ、使い切りでいいんですよ。お、あー素晴らしい。こっから使っていけるんだ。というわけで最後の商品になります。ここ全部なくなったように見えますが、実はこれずっと映ってたこれ、これが今回の一番高価な買い物になりました。ツリーブックケース 16,880円でございます。妻が熱望したのでね、かわいい。こちら買わせていただきましたけど、これはね子どものおもちゃコーナーに売ってました。かわいいかわいいブックケースです。もう誰も見えなくなっちゃったこれ。子供部屋に置いたらかわいいよねっていうこと、うん、かな。インテリアとしてもいいなと思って、はい、うちインコの置物いっぱいあるからさ、鳥のね、鳥の人形がいっぱいあるからここに置いたらかわいいんじゃねって言って、うん、僕さすがにちょっと首横に振りかけたんですけど。というわけで、妻が欲しいものに首を横に振らない爆買い
でございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。してます。コストコは本当楽しいな。なんか3ヶ月に1回しか行かないけど、うん、もっと行ってもいいんだけどね僕らって人よりも食品買わないよね俺食品以外見てる時間の方が楽しくて、てかいつも飯食ってから行くんだよねコストコだからもうお腹いっぱいだからそんな食品に魅力を感じないというあんなディップソースとか買っちゃうんです今度はじゃあ僕の欲しいものに首を横に振らない回を、はい、3ヶ月後に分かりますお願いしますそれでは皆さんいってらっしゃい。いってらっしゃい。